ヘドバンギアの頭。ヘドバンギアの頭はね、これか。ちょっとなんだ、リバーブ強えな。でハモリがこれだ。うん、リバーブ強えな。ちょっと待ってね。よいしょ。アリーナっぽくなってるよね。お風呂っぽいか。行きましょうよ。かっこいいんでね。ドラフォフレーズってどう思います？いや個性的ですげえかっこよくていいと思いますけどね。でもドラフォに会う前になんかドラフォのオマージュの曲を弾いたことがあるんですけども、なのでそこから面白かったですね。エフェクトってなんだ。チューニングは今レギュラーですね。7弦のレギュラの最初もすげえ緊張する。このこれはすごく緊張するな。もう間違えれないっていうね。そうミスると超目立つ。だってバーって弾いてるところってミスっても目立たないんですよ。で一番最初のとかすげえ緊張する。とかなったらすげえ嫌でしょ。そのぐらい目立つんですよね。そう
確かに嫌でしょ。そのぐらいすごく緊張する。だって最初のとかやられたら、そっと押しちゃうと思うんですよ。もうね、ブワーって炎を燃えてる中にね、入りたくなっちゃう。あーってなっちゃうかな。相方のフレーズも弾けますよ。だ相方が何かあった時にやっぱり主メロは弾けとかないといけないんで、結構弾けますね。シュメロも弾けてる状態。あかつき。歩いて弾くときね、あれ難しいんですよ。どこから歩こうかなってなって、この前もね、遅れちゃったんですよね。ちょっと弾きすぎちゃったんだな。
ここですね、歩くところ。これだと難しい。このギターはね、何シールだろう。メタルとベビーメタルとあとラーズさんですね。ラーズさんですね。これはあのサマソニーの時を再現するというか、ウキウキミッドナイトも久々に弾いた気がしますね。ハーモニクスを出すコツは、なんだろうな、ダウンピッキングでピッキングハーモニクスを出すコツはっていうのと多分同じ感覚かもしれない。あのアップだからどうたらっていう風に考えると絶対弾けない。当てる場所もね、これ多分感覚だと思うんですよね、ピッキングハーモニクスも。だから多分あんま考えすぎない方がいいと思います。もう普通にピッキングハーモニクスの形でアップで弾いてるだけ。弾けないと思っちゃうと絶対出ないんで、同じように弾くって考えれば絶対弾けます。ギターソロの部分はどれくらい前から考えるの。これね、リハでも何も弾かないんですよ。リハではいつもあのって弾いてる。バンヘイレンっぽくやってる。